どうも、ゴルフプロの三田です。今回はドライバーショットで誰でも簡単にドローが打てる、こういうテーマで皆さんにお届けしていこうと思います。ドローボールを打ちたい、スライスでボールが飛ばない、まあ、こういう悩みを抱えている方多いんじゃないでしょうか。そこで誰でも簡単にドローボール打てますよ、こんなショットを皆さんにお伝えしていこうと思います。まず高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では早速いきたいと思いますが、ドローボール、ドローボールはボールが左に曲がる、こういうショットを指します。でボールの距離、これを出すためにドローボールを打ちたい、まあ、こんな方非常に多いと思います。じゃあどうやって打つか、フェースを左に向けて、まあ、打っていくわけですが、少しそれをやると逆球といって右に曲げちゃう、まあ、逆に右に曲げちゃうような、まあ、こういうショットが意外と出ちゃう人が多いんですね。そこで、極端にもう左向けるとかそんなことは、まあ、まあしないで、じゃあ何を意識するかというと、上半身をバックスイングでしっかり右に向けます。これ非常に大事ですね。これ絶対やってください。で、この上半身を右に向けたまま打ってください。で、本当に右に向いたまま打つことはできないんですが、もう感覚的にそういう意識でやっていきましょうということですね。ですから、構えて上半身を右に向けてで打ってあげると、フェースはここでくるんと回転するような感じになって綺麗なドローボールが打てます。もちろん、完全に右に乗ったまま腕だけで振るとそもそも当たりませんので、必ず左側に体重移動します。ですから、上半身を右に向けてそれで打ってあげると左にぐーっと曲がっていくような強いボールが打てますので、これで誰でも簡単にドローボールが打てますので、ただ、基本スイングをしっかりと、まあ、意識するとか、まあ、グリップをね、スクエアに握るとか正しい形で握るとか、もちろんそういうことは大事ですよ。ですが、構えた状態からしっかりと右に体を向けて振ってあげると緩やかに左に曲がっていくような、まあ、そういうショットが打てるということです。今日はドローボール、少し、みんな目指しているショットがこれなのかな、ドローを打ちたい人本当多いんですね。ですから、これを誰でもできますよということでご紹介しましたので、ちょっとね、本当にシンプルにできるそういうショットになりますので、少し練習してみると、コースでもうまく使えるようなショットになりますので、頑張ってやってみてください。では皆さんね、頑張り、もう本当に応援してますので、頑張ってやっていきましょう。それでは皆さん頑張ってね。さよなら。